鹿児島県総合運転免許試験場鹿児島県総合運転免許試験場は鹿児島県愛良市東持田3937番地にある鹿児島県警察が管理する運転免許試験場である JR 日本本線調査駅から徒歩20分ほどのところにありまた鹿児島市から鹿児島交通による試験場行きのバスが運行されている 周辺には試験場来場者向けの飲食店、宿泊施設や、問題集販売店、自動車練習場などが並んでいる。松原園田の跡地付近に所在している。なお、免許の更新業務は行っていない。移転前の鹿児島県総合運転免許試験場。鹿児島県で最初の運転免許試験場は、鹿児島市長吉町の鹿児島刑務所の隣接地2932年に、 開設された。しかし、運転免許取得者の増加に伴い手狭となり、鹿児島市芸石町の旧軍連平城跡地の国有地を借り受けて1955年1月に移転した。ところが、1956年7月に第2週運転免許の制度ができると、実技試験を行うために広いスペースが必要となり、あ良町東持田に2種免許専用の試験場を、 解説することになった。この試験場は面積15,490平方メートルで1957年4月1日に運用が開始された。この結果、鹿児島茂意識町の試験場で一種免許の、あ良町東持田の試験場で二種免許の試験を行う体制となった。下意識町の試験場は国有地の返却を求められたことから、 1959年12月1日に、鹿児島市小野町の玉江小学校は土地に再度移転した。さらに、県消防学校に敷地の一部を分割して渡すことになったことから、周辺の土地の買収を行って1961年4月に拡張工事が完成した。しかしさらに運転免許取得者数が増加してきたこともあり、1964年6月には早くも、 大型試験場への再度の移転の検討がされるようになった。新試験場の候補地としては、鹿児島市内及び、周辺の数カ所から検討の上で、姶良町の中心部に近い水田が選ばれた。しかし、試験者が多く買収に手間取ったことから、この候補地を断念して海岸に近い松原塩田の跡地を買収することにした。塩田の跡地のため、大量の土砂で、 埋め立てが必要となり、1965年4月5日に土地造成工事に着手した。1966年6月に試験場が完成し、同年6月20日に業務を開始した。落成式典は7月1日に行われている。総工費は2億1093万円。 敷地面積82,800平方メートル、鉄筋コンクリート2階建て延べ床面積2,851平方メートルに完全舗装の試験コース5,400メートル、幅20メートルの4車線幹線道路を備えた西日本一と称する当時としては屈指の大型試験場となっている。1日1 0 0 0人の試験を行う能力があった。試験場が開設されると、 それまで何もなかった周最盛期には旅館が16件もあったが、少子化の影響などにより2000年の時点では5件に減少している。2012年1月、新庁舎での業務を開始した。またその跡地に、カジキ町港町から、アイラ警察署が移転してくる計画がある。コースの設計の特徴としては、当時はまだ、 鹿児島県内に高速道路はない時代であったが、来たるべき高速道路時代に備えて、高速でのハンドル操作をテストできる300メートルの直線とインターチェンジなどに見られる、螺旋状の坂道が入れられていることがある。これは、試験場の移転先選びの条件ともなっていた。従来の試験場では、受験者の受け入れ能力に限度があることから受付日は月2回に、 制限されており、前夜から泊まり込みで順番待ちをしなければ、希望の日に試験を受けられないという状態であった。また不合格になると再受験に、最低10日待たなければならず、遠方からの受験者には特に費用的な負担が大きかった。試験も短時間で大量に処理することが重視されたため、制限時間が設定されており、運転技術に問題がなくても時間に間に合わないだけで、 不合格となる状態であった。能力が拡大された新試験場では不合格でもすぐ翌日に再受験できるようになり、また時間制限も撤廃されて合格率が従来より3から5%程度上がっている。ありがとうございます。